はい、今日は K1 相模大野クレスト所属の新藤岳人選手と新藤真央選手に来ていただきました。いやー、よいしょ。真央さんはあと3日後ですね、はい、3日後に温泉を控えてますので、今日はそんな裏話もね聞けたらなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。3日後じゃないですか。僕も結構緊張するんですよ。ぶっちゃけ寝れます？緊張する。あんま緊張しないんですよね、試合。寝れます？全然寝れます。僕だったら絶対寝れないですよ。全然寝れますね。起きてそっからもうお腹痛くなったりしないですか？いや、しないです。多分そういうやつ格闘家無理っす。僕だったら絶対調理行きまくりますよ。全然緊張はしないっす。だいたい何分前ぐらいからアップするんですか？1時間半とか1時間ぐらい前。でもあんまりこう1時間ぐらい前ですかね。やりすぎないぐらいに。いや、人によってはめちゃくちゃするし、もう疲れるぐらいっていうか疲れるまでやってでしょ。そんなで試合出て大丈夫なんですか？こっちの方が体温まってるから動けるみたいな。あ、そういうことか。これでも、うん、ほんまにポップティーンでもちょっと一旦ボワッと騒がれてもおかしくないぐらいのポップティーン出て K1 とかたけるさんのこと全然知らない人とかも来てくれるようになったりとか、だからそこは嬉しい。もし降板するなら僕代わりに行くんで。よろしい。僕も多分ティーンにはまだ見れると思うんで。ルースの何番手出るからな。ルースの2番手なんですけど。1番手そんなんもうお父さんいる前というわけで、オンから終了いたしました。おはようございます。めちゃめちゃ個人的には完璧なんですけど、スタイリングに参ります。はい、というわけでスタイリングが終了いたしまして、最後に重大発表がございます。レレンよ。先着でガクとマオのサイン入りワックス、はい、先着何個？各店3個ずつ4店舗あるんですけど、各店3個ずつ一応あるんで、27日からもうこれは、はい、各店4店舗に振り分けられるので、3つずつそうですね。はい、3つ、はいはい、YouTube 見ていただいた方、そして合言葉はマウのまあまあ言っていただいた方はさっと裏から出してくるんで、お願いします。お願いします。そして最後に12月28日に K1 の本戦で橋本真央選手が出ますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。せーの、頑張れー。